始まりました週の真ん中マンタケ TV でございます。いやいやいや、でもなんかもうなんかだいぶ定着してきたねこの番組もね。ゆみ、うん、ちゃんハエがめちゃめちゃやっぱり美人にはハエもハエも滴るいい女。滴るとかやめてなんか。行こう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 、もうハエも。はい、はい、もういいね。わかりました、はい、行けます、うん、はい。では今回のご質問はお尻が動いちゃうマンさんからです。 おかえりなさいか、ね、はい、なんか2回目、はい、おかえりなさい、ね、おかえりなさい、はい、まあね、あのこれあのなんか2回目の方別にあの優遇とかそのとかじゃなくて、やっぱ質問内容はこれいつも言ってますけど、質問内容が結構その皆さん共有できそうなやつを選んでるのと、あと名前が面白いやつどっちかというと後者にちょ重点を置いてる部分があるんですけど、ね、全部タケちゃんに任せてますね。はい、やっぱお尻がね、はい、動いちゃうのはでもまあ要はアーリーエクステンションですけども、はい、非常にあの可愛らしい、はい、ほとんどの人が動きますかね、みんな、うん、みんなお尻が動いちゃうマンなんです、要は。はい、行きましょう。はい、では行きます。タケちゃん、ゆみちゃん、こんにちは。こんにちは。僕はインドアの打席が苦手で、コースではドローヒッターなのに、うん、シミュレーションゴルフではフェードスライスヒッターになってしまいます。なるほどね。おそらく測定器にぶつけそうな恐怖心から無意識にアウトサイドインになっているようです。はい、フォローも一度狭い石田室で天井にぶつけて以来萎縮しています。フィッティング向いてないでしょうか。測定器を使わずにフィッティングはできないでしょうか、とのことです。なるほど。これはあの実はね、過去、まあ、私、まあ、正直まあこれ別にあの嘘言ったわけだけど、あの今データ上で1000人ちょっとフィッティングのデータは残ってます、まあ、もちろん何回もした人もおるんで、まあ、もうあの本当新規のお客さんでいうと1000人以上やってますけど、やっぱ中にごく稀ですけどね、いらっしゃいます。要は、室内というか、まあ、そのインドア練習場の、が怖いというか、特に測定器って大体右前にあるじゃないですか、だからそこにぶつけそうとかっていう、いわゆるインドアの、まあ、ちょっと打ちにくいっていう人、なんかその、まあ、閉所恐怖症とかじゃないんですけど、その空間の中で振る目いっぱい振ることができない人とか、あ、うん、あとは、まあ、だから今言った今の、お尻が動いちゃうマンさんはその測定器が気になるって言うんですけど、そもそもその狭い空間の中が気になるっていう人もいますし、うんうん、まあそう言われたらじゃあなんで来たのって言っちゃうことになるんですけど、でもまあ、実際じゃあこれに関しては、まあ、これはうちのフィッティングじゃない例を紹介しますね、はい、まずフィッティングっていうのは多彩で、まず目視でするフィッティングも当然あるわけです。特にドライビングレンジ、いわゆる普通の練習場さんとかで目視でする人もいらっしゃるんですけど、ハエが今日はハエがね元気ですね。今日はハエが元気で、はい、刺さってるよ。刺さってる。ごめんごめん。はい。ハエが刺さるね。はい。いやでもね、僕一番あのフィッティングって、まあいろんな僕もね実はあの測定器の勉強もしてるんですね。でまあ要はまあ、いつも言ってますけど、その偉そうに言ってますけど、僕はまあ今自分家にある GC2 っていう機械についてすごくこう勉強してるわけですね。だからまあ測定器おじさんなわけですよね。測定器おじさん、測定器おじさん。でもその例えば測定器っていう、もう今右前に置くのが、まあうちら GC2 とか GC クワッドっていう機械なんですけど、トラックマンなんか後ろに置くんですよね。でトラックマンもフィッティングとしてはかなり使われてるんで、例えば右前が気になるってお尻が動いちゃうマンさんみたいなあの方はトラックマンなんかでフィッティング受けたらいいと思うんですよ。あとフライトスコープとか、要は後ろからデータを取る機械っていうのも今すごいいっぱいあるわけです。だから例えばそのフィッターっていうの全国にいっぱいいますし、そのフィッターが使ってる機械測定器っていうのもやっぱ多彩なんですね、うんうん、私なんかはたまたま、まあ、インドア向きの GC クワッドとか GC2、まあ、うちはちょっと古いですけど GC2 使ってますけども、根に持ってる。はい、まあでもやっぱりドライビングレンジなんかでフィッティングされてる人っていうのは基本的にトラックマンを使うことが多いので、うんうん、まあそういうところだとその目いっぱい触れると思いますし、やっぱりいざトラックマンとかになると、今度まあ別にその GC2 とかでも使えるんですけど、本当に理想はなかなか機会がないかもしれないんですけども、コースでのフィッティングっていうのが一番面白いですよね。僕実は昔ちょっとしてたんです。一回、まあ、僕、まあ、メンバー高松カントリーさんとことちょっと協力させてもらって、一回だけその10番ホールっていうところの、まあ、すごい、長いミドルなんですけど、借りて、本当コースフィッティングっていうのを、まだ僕がフィッティング始めた当時、もうかれこれ何年前ですかね。27ぐらいの時なんで、まあ、8年ぐらい前ですかね、にコースフィッティングしてたんですけど、これの厄介なとこ、もうボン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 じゃないですか、ボール拾う大変、もう最後僕が終わったら、しかもだから土日とかでみんなが出終わった後、3時ぐらいからさせてもらったんですかね、うん、で
まあ言うたら1人で2人ぐらいでまあ言ったらフィッティングするんですけど、まあ拾うのが100球ぐらい拾いに行くんですよ。しかもいろんなとこ行ってるから、うんうん、やっぱそのまま残しとったらね迷惑なんで、うんうん、あれはちょっとねいやいい経験したなと思ってたんですけど、うんうん、まあ半年で終わったんですね。やっぱり面白かったですけど、なかなかやっぱコースフィッティングってなるとやっぱりまあそのコースの予約状況とかにもよりますし、うんうん、まあ何よりその球集めが大変やったっていうのもありますけど、稀にそういったイベントとかしてたり、まあ一番はでもやっぱり練習場のフィッティングっていうのがいいかなと、うん、やっぱドライビングレンジというか、まあ練習場フィッティングでトラックマンとかを使ったフィッティングを受けてもらうのがいいかなと、うんうんうん、その方が後ろに置くんで設置するんで、それは多分気にならないと思いますんで、確かに、うんうん、だからまあいろんな測定器があるんで、まあそのこういう方も当然いらっしゃいますから、ちょっとうちではちょっと対応できないですけども、まあそういうフィッターさんを探して実際受けに行ったらいいと思います。なるほど、うん、ではインドアでちょっと怖いなっていう方はトラックマンか、まあ、ドライビングレンジ、まあ、いわゆる練習場とかでやってるフィッティングで、まあ、特にそれの、トラックマンとかフライトスコープも多分後ろから撮る、もちろんその辺が後ろから撮る機会だったと思うので、なるほど、はい、なるほど、うん、はい、ぜひ、まあ、ウェブ検索して、そうですね、まあね、調べて、はい、で受けてみられたらいかがでしょうか、うん、いいと思いますよ、うん、はい、ではお尻が動いちゃう馬さん、ご参考になりましたでしょうか。そうですね、それではマンタケ TV また来週、バイバイ。まあね、やっぱお尻が動くとシャンクの原因ですから、やっぱこれもね、やっぱ測定器は怖い原因だと思います。わかる。何真面目に言うよね。ズバババババゴルフの子、毎日春で爽やかだね。ズバババババゴルフの子、明日もゴルフだ、仕事サボろう。